まだ50万戸を超える世帯で停電しています。これは岩手県内のほぼ全域の3分の2の世帯ということになります。岩手県内全域の3分の2の世帯で停電が続いています。また JR は昨日に引き続いて新幹線在来線とも今日は終日県内の全線で運休をしています。島柳さん、はい、徳光でございますけれども、おはようございます。おはようございます。あれですか、余震というのはどうなんですかね、今。はい、余震は現在も続いています、うん。昨日、確かに震災の発生直後から昨日、今日と徐々に、数は減って、体に感じる余震は。緊急地震速報が出されました。緊急地震速報が出されております。宮城沖で地震がありました。強い揺れに警戒してください。茨城北部、東北では強い揺れに警戒してください。まずは身の安全を図るようにしてください。もし倒れやすい家などが近くにありましたら、ここからは離れるようにしてください。緊急地震速報が出されています。茨城北部、東北では強い揺れに警戒してください。まずは身の安全を図ってください。緊急地震速報が出されました。宮城沖で地震です。島谷さん、宮城で緊急地震報が出たんでありますけれども、島谷さん、はい、岩手はいかがですか。今揺れを感じました。感じました。震度は3程度だと思われますが、はい、盛岡では震度3程度だと思われますが、はい、揺れを感じています。わかりました、はい、ありがとうございました、じゃあ宮城県内の被害状況につきまして、そして同時にですね、今の緊急地震速報、まだ緊急地震速報出されている、出されております、はい、その宮城からでございます。宮城テレビの森さん、お願いします。はい、宮城テレビからお伝えします。先ほどの地震で宮城県内では仙台と石巻で震度4を観測しています。先ほど8時25分の地震で県内では仙台と石巻で震度4を観測しました。それではですね、県内各地、地震揺れは収まりました。揺れは今は収まっております。今収まりました、はい、はい。じゃあすいません、被害状況をお伝えしてください。お願いします。はい、わかりました。地震から3日目の朝を迎えまして、県内ではまた今日もですね、救助活動が始まっています。気仙沼市では地震発生直後に押し寄せた津波で一時市街地の3分の1が冠水。はい、続けてください。そして火災も断続的に発生しています。現地ではその煙が立ち込める中、救助活動が今日も始まっています。気仙沼市内から伝えてもらいます、新田さん。はい、気仙沼港を望む高台に来ています。先ほどのですね、地震は10秒ほど横揺れを感じましたが、それほど強いというふうには感じられませんでした。ご覧いただけますようにですね、3日前から続く火災によるものと思われる煙が街を覆っています。焦げたような匂いも漂ってきます。情報をまとめます。現地災害対策本部に昨日までに入った情報によりますと、気仙沼市で死者38名、ご遺体が26遺体、行方不明者100人以上となっています。これは県や警察がまとめた情報にまだ反映されていない情報も含まれています。そしてですね、今日の捜索なんですが、昨日まで陸から行くことができなかった獅子折大浦地区、そして大島、こちらの捜索を現在ヘリで行っているということです。現場がどうなっているのか、救助者がいるのかいないのか、それさえ分かっていないのが現状です。そしてですね、地震発生から3日目、避難する方々の疲労の色も濃くなってきています。今朝6時、500人が避難する気仙沼高校を取材しました。話を伺いますと、皆さん気の身気のまま逃げてこられた方が多く、口を揃えるのが家族の安否でした。まだ電気、携帯が完全に止まっています。そしてですね、このようにですね、テレビでお伝えする情報もほとんど届いていません。ワンセグ携帯の、充電も切れてきています。待っているのは電気、そして携帯電話の復旧でした。以上、気仙沼からお伝えいたしました。はい、続いて気仙沼市の南隣に位置し、津波による被害を受けた南三陸町の避難所から中継です。田中さん。はい、避難所となっております南三陸町の入谷小学校です。
先ほどの地震でこちらでもドーンと下から突き上げるような揺れを感じました。立っていて足元がふらつくような揺れ10秒ほど続きましたが、今はその揺れが収まっています。こちらでですね、2日目の避難生活の夜を過ごした、避難生活を送る人たちには今朝7時から炊き出しが振る舞われました。この炊き出しに準備されたご飯なんですけれども、避難当初はですね、イリアの住民の人たちが持ち寄ったお米などを使って炊き出しの準備がされていたんですが、それだけでは足りないということで急遽地元の農協の米の倉庫を開放して、いったお米を使うなどして炊き出しにされて、各避難所に振る舞われています。とりあえず今食料で朝と夜とお昼とみんな味噌汁とか作って出してたんですけど、なんか静岡とかの状況を見ると朝昼晩おにぎりだけでも食べるのはちょっと悪いかなと思って、今日から今日ぐらいは3食でもあと2食ぐらいなんじゃないかななんて思ってるんですけど。またですね、こちらは南三陸町なんですけれども、戸倉エリア戸倉小学校と戸倉中学校の避難所は孤立しているということで、この後自衛隊そして地元の消防団によって救援活動が行われる予定となっています。また津波の被害の大きかった志津川エリアなんですけれども、道路に漂流物などが非常に多く流れ込んでいる